ゲイリー・ハリスは、アメリカ合衆国、インディアナ州出身のプロバスケットボール選手。NBA のオーランドマジックに所属している。ポジションは、シューティングガード。インディアナ州のハミルトン・サウス・イースタン高校時代に2012年度の、同州の最優秀選手に選出されるなど、注目されたハリスは、高校卒業後ミシガン州立大学に進学。2012から13シーズンは、 ビッグ10カンファレンスの最優秀フレッシュマン賞を受賞し2013から14シーズンも同カンファレンスのファーストチームやオールディフェンシブチームなどに選出されるなど力をつけたところで2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明ドラフトでは19位でシカゴブルズから指名された後同じくブルズが16位で指名したユスフヌルキッチと デンバーナゲッツが11位で指名したダグ・マクダーモットとのトレードが行われ、ナゲッツの一員として NBA での選手生活がスタート。1年目の2014から15シーズンは NBA のリズムに苦しみ、55試合の出場で平均3.4得点に終わったが、2年目の2015から16シーズンはマイケル・マローニ HC にディフェンス能力を買われ先発に抜擢。 2015年12月14日のヒューストンロケッツ戦では自己最高の21得点を記録した。2017年10月7日、ナゲッツと4年8400万ドルで契約を延長した。2017年12月13日に行われたボストンセルティックス戦でキャリアハイとなる36得点を記録。試合はセルティックスに124から118で敗れた。 2018年1月3日に行われたフェニックスサンズ戦で36得点を記録、前半だけで28得点を記録する活躍を見せ、試合はナゲッツが134から111で勝利した。2月1日に行われたオクラホマシティサンダー戦で25得点を記録、ハリスは決勝3ポイントとなるブザービーターを沈め、ナゲッツが127から124で勝利した。 3月3日に行われたクリーブランドキャバリアーズ戦で32得点を記録。試合はナゲッツが126から117で勝利した。ゴール下に切り込みフィニッシュまで持っていくクイックネッサを持ち合わせ、アウトサイドからのシュートも高い成功率を誇る。ありがとうございます。